Tsubame Club の創立者はブライアン・ジョーンズという英国人だ。この間その人のことを聞いてたよな。要塞を教えるために来日したジョーンズ先生は、俺が入った要塞学校の講師をされていた。服を作る喜びを忘れないでください。そして満足のいく服を作れた時のお客様の喜びを皆さんの誇りとしてください。先生は俺たちにテーラーという仕事の誇りを教えてくれた。だが先生と過ごせたのはわずかな時間だった。やがて先生はツバメクラブを創立し、学校も辞められることになった。ミスター・クスノキ、約束してくれませんか？約束？いつの日か必ずツバメクラブの一員になってください。これは約束の印です。先生、僕必ずツバメクラブに入ります。入ってみせます。先生が亡くなられてしまっても、俺は先生との約束を果たしたい。それは変わらない。すまないな、俺のわがままに付き合わせてしまった。